水性なんでね、顔にお絵描きでもしていきたいと思います。ね。何描く？緑で描けるもの。結構大丈夫？これ水性やけど。え？緑の線入ってるなんか、おる。何描いたら一番か、強そうだ。あ、冷たい。この書いてある部分が。レッドウォーター、本日もレッドウォーターですよ。キャベツをね、ちょっと先日入れてしまいましてね、まぁ、ちょっと新たな栄養分が増えてしまったっていうのね、多分報告したと思うんですけど、大丈夫？これ。大丈夫？これ。あー、かゆーとか、別にそんなかゆくもないですよ。こう、目の下に目描きたくね？さすがに。でも、あ、やばい。目の下に目描くやつ、これ、俺は見えへんねやん。こうやって、だって、にーってしながらさ、描いたら、目の、あれとかね。ちょっと、みんな見て。どうやって描くか、あれして。え？これ、目これ。別に描けたやん。目つぶってても、多分。え、これさ、誰もいないと思ってた家の、2階から今、物音がしました。おおっていう声がしました。どう？え？毎回こういうメイクするのもあるよ。なんかちょっとメイクしたい欲がちょっとできました。メイクちょっとだけしてみたいです。で、こう、お姉の人がお姉に目覚める瞬間とかって、男の人とかが、メイクとかドレスを着た時に、らしいんですよ。私、ドレスとか一回着てみたいなと思ってましてね。ドレス一回着たことがあったんですよね。その時に、しっくりくるなって自分では思ったんですね。キララさんね。いや、もうこれね、嫌なんですよ。もう最近のおならがオンパレードで出るんですよ。ヨーグルト食べた後のうちってなんか可愛くないですか？プリってしてて。なんか、テカってて。いつもよりね、なんかテカリがすごいあって、かわいいなっていう感想を持ってますね。ありがとうございました。俺どうしよう。バイバイ。あ、これまたイヤホンになってないな。さっきめちゃめ、もうさっきさ、世界で一番おもろい動画撮れて、ヒカキンの上に製品が乗って、それをどんだけ積み上げれるかみたいな動画撮ったんですけど、本物のね、セイキンさんとヒカキンさんに来ていただいて、この部屋にね。スイッチセイキンやお、え？何やったっけ？セイキンとヒカキンの動画を撮ってる時に、イヤホンがオンになってて、で、イヤホンのマイクで拾ってたんで、僕のこの生声が全然届かなかったっていうね。ありがとうございました。